イチャスーは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ピレネーアトランティック圏のコミューン。イチャスーは、フランス領バスク内のラブール地方に属する。カンボレ版から4キロメートル離れた、ニーブ川湾曲部に位置する。イチャスーからは、アルッツァマンディサンやモンダラン山へのアクセスが良い。伝説によれば、シャル,ル・ルマーニュのオイローランは、進軍中にニーブ川を流すため、 岩を二つに割った。現在、ルパデロランと呼ばれる場所が、古事の地である。バスク語では、足き抜け道を意味する、アテコガイツと呼ばれる。イチャスーは、県道918号線と、県道932号線の交差する場所である。ニーブ川の東側にある、村の中のイチャスー駅は、バイオンヌ対サンジャンピエド・ポール路線が停車する。バスク語での地名、イーツーとは、 エニシダの地を意味する。イキサスとされる以前は、ユーツェ州、サンクトゥス・フラド・シューサス・ディ・イザッツォ、フランス革命時代の1793年には、ユニオンとされ、1863年の、ベアルーン・イコール・ペーバス・ク地名辞典においては、イザッツォと記されていた。イチャスーの村戦士時代の埋葬地が、モンダラン山の標高716メートルの峠に、ある。モンダラン山の上には、 代々のナバーラ王に属した城や暴老があり、中世に建てられた、わずかな名残が残る。この場所は15世紀まで機能した。1790年3月4日、新たに、フランスに県を新設する法令が施行され、ベアルン、バイオンヌのガスコーニュ領、ビダシュ、フランス領、バスク3地方を一つにした、バスピレネー県が創設された。フランス領バスクは3つの郡に分けられた。 モレオン、サンパレ、ラブールの大観区と置き換えたユスタリッツである。ユスタリッツの軍機能はほとんどすぐにバイオンヌに移管された。革命政府によって革命精神に適応した名前がコミューンに付けられた。恐怖政治の中にあった1794年、イチャ数の47人の若者たちが脱走した。公安委員会は彼らの逮捕を命じ。 住民の一部をスペイン国境近くにあるたコミューン、エノア、アスカン、エスプレット、サール、スーライドと同様に追放した。これらのコミューンは不名誉コミューンと呼ばれた。この措置は他のコミューンにも拡張された。人々は様々な国営の家に集められるか、ユスタリッツ軍に集められるか、ジャンジャックルソーのような大きな恐怖の中にあったのである。実際は 追放された住民たちは教会に集められ、その後非常に不安定な条件で、バイオンヌやカップブルトン、サンバンサンドティロス、オンドルへ強制送還された。コミューン住民を強制収容した県は、ロット県、ロットイコールエイコールガロンヌ県、JL 県、ランド県、バスピレネー県、オートイコールピレネー県であった。追放された者の,の帰還と財産の回復は、 1794年9月28日と1794年10月1日に、それぞれ施行された法律で決められた。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE、奥 IN、e、登録されているエスプレットの生産面積に、イチャ数も含まれている。農業が最も盛んで、オシソイラティチーズの奥地区でもある。1994年、 経済利益団体、セリーズディチャスーが、イチャスー三ランボの生産及び、販売促進活動を行うため新設された。2012年には4200本の桜の木がイチャスーの丘を覆っているが、それに対して10年前は1000本に満たなかった。イチャスーの名は、ガトーバスクに用いられる、ブラックチェリーの産地として知られている。また、羊のチーズでも知られる。 毎年6月上旬には、桜んぼ祭りが開かれる。ありがとうございます。